モリアーティ教授です。今回はまたジャンクのマキタバッテリーの修理をやってみようと思います。バッテリーパックの分解は自己責任でお願いします。またしてもワンチャン充電できるのではと思ってジャンクバッテリーを買いました。充電器に挿してもエラー表示で充電できません。早速分解して電圧を測ってみます。 14.4V のバッテリーですが、全体では 9V しかありません。各セルは 2V から 2.5V 程度しか出ていません。マキタのバッテリーはバランス充電していないので、全体の電圧が低すぎると充電が開始されないのではと思って安定化電源を使って充電してみます。今回のバッテリーは電圧は低いものの、各セルが 0V とかの完全死亡ではないので、ワンチャンいけるのでは。安定化電源の電圧は 4.1V、 電流は 0.5A としました。純正充電器の DC18RC では9A で充電するので、 0.5A は結構優しめです。とりあえず全セル 3.5V 程度まで充電しました。これで 14V 程度出ているので、このまま充電してみたところ、またしてもエラー表示でした。やはり電圧ではなく基板が壊れているのかもしれません。マキタの純正充電器では充電できないので、ラジコン用充電器で各セルを充電してみたところ、インパクトも普通に回りました。バッテリーの持ちは分かりませんが、基板が死んでバッテリーは生きているというパターンもあるようです。やっぱりワンチャンにかけるより純正を買った方が最終的には安上がりなのかも。